中日本国中華人民共和国大使館は中華人民共和国が日本国に設置している大使館である。1972年9月29日に中華人民共和国の首都北京市にて日本国内閣総理大臣田中角栄と中華人民共和国国務院総理周恩来の両者が署名した日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に基づき 両国間の国交が樹立したことを受け、両国間の駐在交換解説が決定した。これを受けて中華人民共和国は1973年、東京都に設置し、初代特命全権大使として、真を派遣し、着任させた。以後、2019年時点で12人の中日特命全権大使が派遣されている。第12代中日中華人民共和国特命全権大使は、 高原優。2019年5月30日に日本へ到着した。歴代大使からは外交部長を輩出している。2004年から2007年にかけて中日大使を務めていた王旗が2013年より外交部長を務めている。中国大使館商務部は大使館の敷地内にはなく、東京都港区南麻布5丁目8-15にあり、スイス大使館の道路を挟んで、 反対側にある。在福岡中国総領事館東京以外に、下記の都市に総領事館を設置している。ありがとうございます。